2015年5月7日、中国のネット上に、このほど、日本人は、食べる前に、必ずいただきますというのか?と題したスレッドが立ち、日本の文化について、中国ネットユーザーが、自身の見解を綴った。スレッドでは、いただきますのみならず、ごちそうさまや、ただいま、お帰りなさいなど、日本では、当たり前の決まり文句を紹介。中国では、こうした場面での決まり文句がないため、文化の違いを指摘する声が多かった。以下は、中国ネットユーザーが寄せたコメント。いただきますと言わなくてもいいが、無礼な野蛮人と思われる可能性もある。日本の漫画の受け売りだが、日本人が食事の前にいただきますというのは、食べ物に対する尊敬と感謝の念が込められているという。いただきますを言わないのは、プレゼントをもらった時にありがとうと言わないことと同じ。礼儀がないだけでは済まされない。日本に来て1年半経つが、一度もいただきますなどと発したことはない。日本の友人とご飯を食べるとき、彼らは言うが私は言わない。言わないからといって指摘されることもない。日本人は、外国人がいただきますを言う習慣がないことぐらい分かっている。だから何も言わないのだ。これらの決まり文句は、すでに日本の習慣。伝統があるからこそ、この習慣があるのだ。日本と同じ習慣を持たない外国人が真似しようとしても、習慣にすることは難しい。中国にいる日本人の友人は、いただきますとは言わないが、これも、郷に行っては、郷に従えということなのか。